お湯は達也のナイトオールデン午後19時に来たら、おい達也。何？いや、ナイトルーティーンだけど、どこ行ってんの？え、俺いつもこんなんだよ、夜。え、帰ってきて？帰ってきて、まあ一番最初はまあやっぱなんか散歩、散歩っていうかなんか外出たいんだよね。家落ち着かなくてあんまり。おお、じゃあまあついてきますわ。まあついてきて。はい、わかりました。おやすみ。いやー。おい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 、何してんだって。ん？何してんだって。いや、俺のナイトルーティンでしょ。あ、まあそうだけどさ。え、何してんの。は？おい、これ自動販売機だぞ。いや、いいね。なんか買うの。いいね。いいね。いや、おこいつも立派になったな、本当に。立派になった。なった。この自動販売機が。何言ってんの。昔はね、こんなね、光ってなかったよ。え、いつも。そうなの。おとなしかったし、最近主張がすごい。自信を持ったらしくて、自販機も。自販機が自信を持った。そう。どういうことなの。そう、だから俺なんか、いつも夜、まあ練習帰ってきて、まあ最初にやることがやっぱ、まあ自販機っていうか、まあ、まあ、こいつ中野くんって言うんだけど。え、中野くん。そう。お前朝は電信棒で、お前夜は自動販売機か。え、いや俺夜のこの光ってる自販機にさ、ちょっと俺、まあ、ここ最近だけどやられてしまって。いやー、今日もいいね、このライトのね、これ何か知ってる。レッドブル。あ、どういうこと。これ光ってる。俺知らないよ。心臓。心臓。心臓のこのピコンピコンピコンが消えた時に、人間でいうさ、あの脈の、はい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 、これが消えた時にはもうこいつは死んじゃう。でこれがピコピコ鳴ってるってことは元気の証拠。でもこのライトがないやつもありますよね、自動販売機。いや、ない、いや、大体ついてるよ、もう今。あ、そうなんだ。そいつは多分死んどるし、やる気がない。あ、なるほど、うん、じゃあこれは結構元気ある自動販売機。いや、こいつはだから俺はこの、まあ俺の家の地域の付近では結構好きな自販機の一つ。中野くん。中野くん。マジで。まあ、こいつは、うん、まあ、東の中野って言われるけど。東の中野。元気よかった今日も。これ自動販売機っていつからできたの。まあ、自販機はね、この昭和まあ37年、確か37年、できたんだけど、それもう俺が本当にまあまあ生まれる前、もう本当まあお腹にもいないぐらいの時からもうずっとこいつはまあいるわけだけど、まあ進化したよ。昔はどんな感じだったの。昔は全然もう大したことない。お前それ知っとんか、昔の自動販売機。いや、昔はね、まだね、なんだろう、自信がなくて、自販機もしょぼーんとした。へえ。こんなね、光をね、照らしてこの、まあ、俺に勇気をくれてるわけだから、うん、人に勇気を与えれてるっていうのは本当に素晴らしいと思う、今の自販機はね。身長の高さとかわかる。自動販売機の、うん、いや、わかるわけないじゃん。で、身長が184センチ。約ね。184、まあ、規定があるの、それぐらいの。183センチか。っていう規定があるんだけど。へぇ。でも、達也よりでかいね。俺よりでかい。だから、すごいよ。ほんとに。へぇ。いつも見下されてるんです、こいつに。そういうことか。まあ、だけど俺は頭上がんないから、やっぱ自販機には。まあ、いつも、たまに買ってあげるんだけど、今日は。その、買ってあげるっていうか、なんて言うんだろうな。まあ、餌を与えてんだけど。餌を与える？今日はちょっと練習疲れとって慌てて出すぎてちょっと餌持ってくるの忘れちゃってさ。おお、そうなんだ。そうだけど、ごめんな。
今日は本当に今日はごめん、餌なくてな。でこいつはね、知ってる、餌いつも与えるんだけど、はい、10円玉こいつお金が好きなの、こいつらはね。もうお金ないと買えないからな。あの、まあ、10円玉が入る数もね、決まってて。そうなの。そう。え、何枚もういらないっていうの、もう10円玉もそんなにいらないっていう。こいつは500円とか高額なやつが欲しいんだけど、確か何枚やったっけな。そう、20枚え、そうなの。そう、これ10円玉20枚までしかね、入んない、入んないといらないって、それ以上はもううーって吐くの、こいつは。へえ。え、知らないの。知らないでしょ多分見てる人もそんな初めて聞くぞ。本当言ってる、やばいよ君。いやー、ごめん、それごめん。結構常識よそれ。え、そうなの。俺でももう一つちょっと挨拶しに行かなあかんさ。はい。やつがおって。え、それ自動販売機。うわ、なんか音が鳴ったけど、これ何。いや、寂しがって。あ、泣いてんだ。ごめんごめん、ごめんごめんって。いや、俺ちょっと今日は、いつも俺こいつに大体挨拶して帰るんだけど、今日は本当ちょっとどうしても会いたいジャンキーがおって、マユコっていうやつ。マユコ、ごめん、ほんとごめん。え、これさ、これカメラ回ってなかったとしても絶対これやってんだ。え、どういうこと。一人でナイトルーティンでしょ。ナイトルーティン、これリアルなやつだよね。なんでカメラ回るとか回ってないとか、俺、まあ、そういう意識してないんだけど、俺の素を今今日撮ってくれるって言ってきたわけでしょ。あ、ごめんごめん。そんな、いちいちそんなこと気にしないんだけど。あ、ごめんなさい。だけど、まあそうだ、いつもは中野くんだけには、やってんだけど。あ、じゃあもうちょっとまた会いたい自動販売機、ちょっとマユコのとこ行ってくるわ。行きましょうか。どうしたんですか、休憩してるんですか。おい、おい、どうした。え、今カメラ回ってるぞ。あ、別にいいよカメラ回っても。まあ俺にだってまあいろいろと思うこともあるよ。その誰だっけ、真由美さん。真由子な。あ、真由子はね、一回、まあ、いろいろな思い出があるんだけど、一回亡くなったんよ。は、亡くなった。一回亡くなったんよ、まあ、そっから復活して、まあ死んじゃ大げさだけど、一回ちょっとやっぱね病んじゃって。真由子さんが。ほうほうほう。俺はそっからの這い上がりがね、俺は真由子のいいとこだと思って。別に好きとかじゃないよ。好きとか嫌いとかそういう関係じゃなくて、俺は人として、好きっていうか。人として。お前自動販売機、お前人だと思ってんけ。まあちょっとそれは、そっか、ちょっと言い過ぎだけど。まあでもそれだけ愛情あるってことか。人より上かな。あ、人より上ってことは、まあ俺とかイムよりもなんか思いが強いのか。でもね、マイコはね、ほんと俺マイコの生き様を、まあ本当に継ぐとか意味にも見てもらいたいし。おお、そうなんだ。いや、ちょっと楽しみになってきたな。そんぐらいやっぱね、会うのに覚悟を持ってほしい。まあ10年、十何年経つんだけど、まあ一回そこから麻衣子は亡くなっちゃったって、また復活したんだよね。あ、そうなんだ。そう、で俺はすごい、まあ恩があるというか。まあとりあえずちょっと会いに行きましょうよ、もうここでね、話すのもなんなんで。ちょっとカメラ持ってる僕もさ、ちょっと感動してきちゃったんで、すいませんね。ちょっと会いに行こうよ。分かるだろ。分かるよ、その気も。行こうよ。久々なんだよ俺も、はい、会うのが。分かりました、行きましょう。分かるだろ。はい、行きましょうよ。結構遠いじゃないですか。もうすぐ、あ、見えてきたよ。マジっすか。やったやる。うわ、生きてるか心配だよ。死んではないじゃないか。まあ行くか。行きましょう。まあ紹介するよ。はい。久々の再現です。まゆこです。